僕たちを待ち受ける二次審査。それぞれが役作りに励む中、オーマイガーシ、彼もまた、オーマイガーシ、自分がアンケートで作り上げたキャラクターを、オーマイガーシ、うるさいな、もう。なんだ今の。渡辺匠の役作りが始まる。プロフィールの提出はなしってことは、完全にオーディションで出したものだけで勝負するってことになるよな。そうなると、オーマイガーシ、キャラの強さが鍵になる。俺の予想は間違ってなかった。だけど、オーマイガーシだけで頼ってたらただの飛び道具だよな。うん？自分の作った役でオーディション会場に来てください。役を演じるための服装で来てください。服装か。ほう！へへい！ペヘウェイ！お元気ですか？これじゃねえな。エリートサラリーマンとして1000万ゲットだよ。ちょっとがっちりしすぎか。あのシャツも素敵なのに。こっちの方が明るいな。エリートが会社員にしか見えない。しっかり清潔感もあって、爽やかな風がここまで。渡辺匠です。やめて、匠を会社員の世界に連れて行かないで。オッケー。就職が決まった。あなたは。そして本編の一部のシーンを演じていただきますか。ここまでキャラクターを使わせてるってことは、元あるセリフを読ませるにしてもキャラクターがにじみ出てる瞬間が欲しいってことになるだろうから、ある程度アドリブでやらなきゃいけない部分も出てくるよな。そこでアラが出るし、逆にアピールポイントにもなる。エンカウンター。学歴、早稲田大学経済学部卒業です。オッケーオッケー。父は大手銀行の役員です。母は元宝塚です。ですので幼少期の頃から芸能や文化に触れてくることができました。あー、もうこれ常にダメ男がこの男の奥にいなきゃいけねえんだろ。難しいな、おい。海外への渡航経験は？はい、年に4回は海外旅行に行っています。年に1回はハワイと、あとはヨーロッパや。どうだ？ん？あ、南米の方に行っています。いいね、いいね。人脈はどうやって広げてるのかしら？週末は必ず社交パーティーの方に出かけます。社交パーティー？顔を出します。は？参加して。参加して何を？情報交換をしています。なるほどね。ではあなたはうちの会社でどんなイノベーションを起こしてくれるのかしら？聞かれんのかな。知りません。プロフィール提出がないってことは、特技披露も渡辺匠で書いたものになっちゃうってこと？まずいな。剣道って書いちゃったよ。うわぁ。これ剣道10年無理だろ。まずは、基本から。ラグジュアリー剣道。騙されたと思ってやってみたら、痩せたって最高。まずは家にある長いものを何でもいいから
持ってきてください。先生はハンガーでやっていくぞ。今度は手をつけてみる。ワン、ツー、ワン、ツー、ワン、しっかりいてー。あ、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 うん、うん、でもできないときに持ってるもののせいにしない。軽いよ。今度は下半身のエクササイズだ。まずしゃがんで軽くジャンプ、ワン、ワン、ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ。さあこれで手をつけてみるぞ。ジャンプ、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 ジャンプ。気合い、気合い、気合いだ。足が。どうだったかな。まあ、ダメ男がエリートのふりしてやってんだから、うん、これぐらいでいいだろう。よし、次行こう。ラパオライス、顔漫画、プーパッポンカリー、顔漫画、プーパッポンカリー、プーパッポンカリー、プーパッポンカリー。なんでトコギ大料理しちゃったんだ。あー、もう最悪だな。趣味もワインにしちゃってるし、こうなったらまとめて検索だな。タイ料理、高級ワイン。僕が好きになった人はタイ料理と高級ワインが大好き。でも僕はタイ料理を食べたことがないのに、見栄を張って僕もって言ってしまったんです。でも注文するときメニューの名前が難しくて、全てがバレてしまって。やばいな。プーパッポンカリー、プーパッポンカリー、プーパッポンカリー、グリーンカレー、ムーピン、カオソーイ、カオニャオマムワン、カオニャオマムワン、グリーンカレー、ムーピン、カオソーイ、カオニャオマムワン。トムヤン君、ガイアン、タイスキ、パッタイ、ソムタム、ガポーライス、プーパッポンカリー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 。次のデートは高級ワインバー。僕の大好きな人が指定してきた場所は夜景が見える素敵なバー。事前にワインのことを勉強した僕はオーパスワンを注文した。オーパスワンいいじゃん。オーパスワン有名だ。オーパスワンだけは知ってる。そして僕たち二人の記念日はオーパスワンになった。値段、4万5千6万高。幸せいっぱいです。10周年記念日にはロマネコンティがいいな。え、誰、え、男最高。ロマネコンティっていくらするんだ。あと1、10、100、1000万、10万、100万、高っ。ロマネコンティ270万。飲めねえな。ロマネコンティは一生に一度飲んでみたいですね。いいんじゃない？趣味ワインが好きですね。記念日には必ずオーパスワンを飲みます。本当は一回しか飲んだことないけど、みたいな。いいんじゃない？ワインですか？はい。記念日にはオーパスワンを必ず飲みます。嘘もとことん作り込めば本当になる。多趣味なエリート渡辺匠に資格はないのだろうか。エンカウンター、あなたは渡辺に遭遇する。